いや本当にねありがたいですね。あのこれね、あのロメオのミニカー大作戦というチャンネルをね、運営されているロメオさんから届いたものなんですけど、まあ、お手紙が入ってたんでね、そちらを先に読ませていただいたんですけど、本当ね、ありがたいこと書いていただいてたんですけど、まあ、確かにね、そのミニカーを扱うチャンネルっていうのがすごく増えてるんですよね、ここ1年かな、まあ、ここ数ヶ月ぐらいで。で、まあ、正直ね、まあ、正直、まあ、自分のチャンネルはどうかっていうのは置いといて、一視聴者としてね、意見を言わせていただけるならば、そのなんだろう、みんな無言の人が多いんですよね。無言でその買ってきたこうミニカーをザザザザって紹介したりとか、あと、まあ、開封してこうこの辺こう転がしたりとか、そういうチャンネルが多くて、あとなんだろう、テロップをちょろっとね流したりとかする動画が多くて、正直ねクオリティ的にはねちょっとやばいなっていうのが多いんですよね。まあその中でもね、ロメオさんっていうのはやっぱりね、あの頭一つ二つ三つ四つぐらい抜き出てますよね、あの最近のチャンネルで言えば。まあロメオさんのねチャンネル、本当クオリティ的にもね、内容的にも本当に面白くて、あのためになる動画だったりデータ的なものだったりね撮れたりするんで、本当にね、皆さん見るべきチャンネルだと私思います。でホットウィールがね、メインなんですけど、今後ねそのなんだろう、トミカとかそういったのにもねどんどん手を広げていってくださると本当嬉しいですね。十分あのもちろんホットウィール愛っていうのがねあって、チャンネルを運営されていると思うんですけど、そのノリでねどんどんあのトミカとか他のね、ミニカー取り上げていただけるとね、今以上にどんどん規模が大きくなるんじゃないかなと私は思ってます。私の方がね、先に始めちゃってるもんですから、その登録者とかねそういうのは多いんですけど、いずれね抜かれると思いますし、抜いてほしいっすね。で今でもね1動画あたりの再生数っていうのはロメオさんの方がね全然上なんで、万が一もしも、見られてない方いらっしゃったら、あのぜひね見てください。はい。でねちょっとこれ届いたんですけども、楽天の箱なんですよね、これ私が送った箱なんですよね。あのロメオさんに貢ぎ物として、あの、まあ、正直ねその家にダブってるミニカーをねあの送らせていただいたんですけど、その際ねあの楽天の箱使ったんですよね。これめっちゃ今家にあるんで、それでまた送ってくださってるんですけど、お返しをね本当ありがたいんですけど、楽天の箱ね1個はけたと思ったらまた帰ってきたっていうね。でもうこの楽天の箱はねいろんなところ旅してるんですよね。で中身まだ全然見てないんですけど、ちょっとどうしようかな、中身箱の中見ないで、今こう視点的に、私の視点的にはちょっと全然見えない状態でですね。なんだろう、大きいのからいこうか。これお5パックか、フレームス、おフレームスじゃん、プラスね、あのバースデーで買ったやつだ。私もここが剥がされてるからおそらくバースデーかな。でもこれいいよ、何度あってもいいんですよ。これもうラインナップがやっばめで、これは嬉しいですね。もう一個買おうかなと思ったんですけど、その、なんだろう、一個しか入らなかったんですよね、近所のバースデーに。なので、一個しか買えてなかったんで、これはいいよね。カスタムなんかしたいね。あ、ロメオってか、ここ書いてある。気づかなかった。あ、これはあれかな、ステッカーじゃん、やった。いや、これ欲しい。あ、ちょっと待って。え？ちょ、待って。すごいいっぱい。台が2と小が2ずつ4枚も。うわ、やっと。これいいっすよね。センスいいっすよね。マジで。やっと、嬉しい。どうしよう。車に貼っちゃうか。いや、もったいねえな。どうしよう。やっば。これありがたいっすね。いや、これが欲しくて、その、まあ、あの、封筒を送るついでに、あの、家にあった、まあ、正直言ってダブったミニカーを送ったらこんなお返しまでいただいちゃって本当申し訳ないかったです。はい、これが欲しかったんです。すげえよな。なんでね、こういったのをね作るっていうね、そのなんだ、作成するっていう行動力っていうかセンスっていうかね、あの正直
今登録者が500、600人弱ぐらいなのかな、の動画投稿者がやるレベルの仕事じゃないですからね。ほんと素晴らしいっす、はい、でこれ、あ、これなんだろう、いつも行ってるミニカーショップのカードで、へえ、こんなカードを作って配ってらっしゃるんですね。メンバーズカードみたいなもんなのかな。あ、ブーストギアさんね、あのロミオさん動画でたびたび出てるショップですね。へえ、いや、ありがとうございます。かっこいいなこれ。LB ワークス GTR35 ホットウィールス。かっこよ。え、イラストこんなんだ。え、違うよね。すっげえ。ブーストギアって書いてある。ありがとうございます。いや、もちろん持ってないんだよね。で、どうしよう。なんかでかいのからいこう。いや、これ、やばいって。ロメオさん、これやばい、やば。スカバンはいけんって。スカバンいけんよ。もったいない。私なんかに。すっご。やば。これね、あの、全5車種あって、もちろんこれが一番人気で、私も見たことさえなかったんですよね、実物を。しかもサインまで入れたい、いただいて。やば。しかもね、しかもばっか言ってるけど、興奮しちゃってね、あの、私最近プレネでこれ注文しちゃったんですよね。いくらだっけ？結構したよ。1000円ちょっとぐらいしたと思うんで、そういうのね、人にあげちゃダメだよ。ありがたいけど。いや、これはね、もちろん、あの、未開封でね、保管させていただいて、こう飾っときます。サインまでいただいて。はぁ、嬉しいな。で、あの、注文した分は開封しちゃおう。あ、マジ嬉しいわ。スカバン、ほんと、いや、ほんと申し訳ない。いや、私送ったのって、ほんと家にダブってるやつばっかだったんで、やば。あとが、その、エアパッキンにくるまれたものが3つあるんで、これちょっと出していきましょう。エンブレム作りました。え？なんだろう。は？うわ！すごっ！ちょ、ま、待って。落ち着こう。ちょ、一旦落ち着こう。ここ、やば！鉄。え、なんて言ったらいいんだろう。え、なん、興奮しすぎて、なんて言ったらいいんでしょうね。その、鉄で、ホットウィールのロゴが作られてて、え、なにこれ、どうやって作んのこんなの。すごい、やば。やばくね？え、お手製ですよね。もちろんこんなの市販されてないですよね。すっげえ。これ、いいっすよね。え、これ動画で紹介されてたっけ？え？これだっけ？すごっ。え、かっこいいや。いや、なんだろう。その、ディスプレイとかの、こう、そばにこう置いとくだけでも全然いいっすよね。わ、いや、マジあり、いや、ほんとす、いや、すいません。ありがとうございます。え、で、ミニカーかな？これ。ローダウン、細部塗装、ボディ磨き、クリア塗装、ネジ止め、シャーシ磨き。ん、あ、おそらく、なんだろう。ロメオさんがお得意のカスタムってこれ。すっげえやっば。うわ、すご。え、シャーシ磨きってこういうこと？ツッツルじゃん。ザマック状態にした分っすよね。これなんだ、インスタで見たことあるかも。ま、あの、興奮しすぎて解説してない。あの、あれですね。リバティウォークの GTR っすね。それを塗装剥がして綺麗に磨き上げて、で、クリアコーティングもされてんのか。で、車高落として、ツルツルに綺麗、めっちゃ綺麗。わあ、ありがとうございます。っていうか、ザマック状態のやつって私ほんと好きなんで、あの、下手ながらもね、私もチラッとやってるんですけど、ここまで綺麗にできないっていうか、で、塗装、細部塗装、こう。私がやってるのって、ほんとその、なんだろう、塗装剥がして、こう磨いただけの状態で、もうね、それで越に行ってるっていう感じなんで、これはありがとうございます。あ、車高もほんとペタペタだ。わかるかな？こう、
これはね素晴らしい、ありがとうございます。あ、似合うねこれエンブレムにね。あとこれもカスタムなのかな、ローダウンエアロレスホイール交換リペイント細部塗装ホロ作成ネジ止めシャーシ磨き、ホロまたヤバいの来たよ。これすごくないっすか。いやマジもらっちゃっていいんですかね。うわめっちゃ綺麗、細部塗装って、あほん、うわすごっ。え、どうやったらこんなのできんの、すっげえ。え、マジやっば。すごい。いや、もらっちゃっていいんですかね、こんな。ほわー。え、きれいですね。きれいできんだ、こんなの。すっごい。で、私が多分、黒好きだから、黒、選んでいただいたんでしょうね。うわ、いや、いや、ほんと言葉を失っちゃいますね。はい。あ、で、めっちゃね、指怪我してるんですけど、昨日までね、稲刈りしてたんで、作業の傷跡です。はい。で、関係なかったです。はい。これ、やばいね。というわけで、ロメオのミニカー大作戦のロメオさんからね、いただいた、なんか素晴らしいものたち、なんか言葉を失ってますね。いや、本当に素晴らしいものを目にしたときって人間は言葉を失うものなんですよ。っていうか、いや、本当申し訳ない。私本当いたずら心で、家にあるダブったものを、家にたくさんある楽天の段ボールで送っただけなのに、こんなね、素晴らしいものをいただいちゃって、本当申し訳ない。そして、本当申し訳ないついでに、今、気づいたんですけど、箱にもね、こんな感じで。ロメオサイクルズって書いてあったんだ。サインまでいただいて。この楽天の箱は捨てられないね。はい、いや、マジ、ほんと、申し訳ないっすね。はい、またね、気が向いたら、家にあるね、ダブったものをね、楽天の箱に入れて送っちゃいたいと思いますんで。ほんと、いや、お返しなんかいらないですからね。ネタにしてもらって結構ですんで。はい。っていう感じですね。いや、ほんとね、素晴らしい。やばいね。かっこいいしね。まあ、皆さん、もうほぼほぼ見てらっしゃいますよね。私のチャンネル見てらっしゃる方は、ロメオのミニカー大作戦、見てらっしゃると思うんですけど、万が一、もし見てらっしゃらない方いらっしゃったら、ぜひね、見てください。そして、チャンネル登録してください。今、600人弱ぐらいなのかな、登録者が。とてもその器で収まるようなね、チャンネルではないと私は思ってますし、物もらったから言うんじゃなくて、なんだろう。そもそも私企画立ててて、すごいミニカーのチャンネルが増えたんで、でも、その中でも皆さんに見ていただきたいチャンネルは、もう自分のチャンネル以外でね、3つ選んでて、それを、紹介しようという企画というか、動画作ろうとしてて、もうある程度ね、作ってたんですけど、そのうちの一チャンネルが、ロメオのミニカー大作戦だったんですよね。なので、こうしてね、交流ができたっていうことは、本当にね、嬉しい限りですね。そんな感じなんですけど、ちょっとね、しつこく言い過ぎたっすね。はい。私もね、こんなというか、ホットウィールとかね、トミカ、31サイズのね、ミニカーだとか、64分の1サイズのミニカーね、紹介しておりますので、もしよろしければね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。これすっげえな、やっぱ。っていう感じでした。はい。では、今回は以上です。ありがとうございました。